邪魔者がいなくなったところでドライバー交代の真相を八七に聞く。なんで今回山野さんにしたんですか？木下君がね予定取れなかったの。やっぱりそう、山田君はいつでも空いてると。そんなこととはつゆ知らず、毎回同様全開を食らわすラーマン。アタックを続けるラーマン。自己記録更新、54秒3を記録。一応最低限の仕事を終えピットへ戻る。ここで八七に何やら相談。いやですかね。いやこのタイヤ交換でラーマンは谷口を唖然とさせる。とりあえず多分ラジアルのレコードは出したいんじゃないですか、あの人。ラジアル前だけ、前だけ。それってどうなんですか、ドライバー的には。いや、行かれてる。いや、行かれてるよ。ラーマン的には手応えありらしいが、ピットの様子は。これ絶対危ないで、最初なんだ。あと10分不安を抱えなきゃいけない。フロントラジアルでアタックするラーマン。それに対してヤシチは、もうやめよ。もう耐えられない。もう耐えられない。ヤシチに止められたラーマン。最終ラップでトラブル発生。最後なんかハンドルがこんなになってしまって。なんで？どっかが何か壊れた。え？フロント。これ異常じゃない？あ、ほんまや。え、異常？フロントってリアや。ああ、ほんまや。アームが曲がってます。なんかパッと見てるだけでタイヤの向きおかしいな。